動かぬ女、岡本かの子。私たちが小田原から熱海行きの警備員鉄道に乗り込んだ時も、その一行と一緒になった。その一行は、新橋から立った私たちの二等車へ品川あたりから初めて入ってきた人たちであった。重厚な顔つきをして、 固く洋服に身を包んだ老紳士の後に高貴な衣服の裾をさばいて四終先くらいな婦人らしい女が続き次に青いショールをした十九か二十歳ほどの霊場その後に霊場の長い玉とを支えるようにして腰元と見える黄色く骨だった中老女 それからは3、三四人の十歳前後の学校の服を着た男の子が、どやどやと乗り込んで、皆入ってきた順に、私たちの反対の側に腰を下ろした。が、ちょっと間を置いて、慌ただしく車内へ馳せ込んだ男は、さきの紳士と同年輩らしい少し古びた洋服着の、一見して、 一行のカフであることが分かった。カフは何か言って、紳士夫妻に二三度頭を下げるとまた一旦車から降りて、今度はかなり膨大なトランクを二つ担いできて、それぞれの位置にそれを置いて、自分は一行の一番外れに老紳士と並んで座り、しきりに何か話し始めた。私の注意は、 一行の真ん中に座る夫人と礼状に一番多く集まった。夫人はいかにもよく整った、おもながな、なかだかな顔に丸曲げの両瓶を貼って、年にしては少し地味ながらの着物の襟を幾枚も貼り重ねたように見せ、なぜか厚い毛皮のショールは膝の上の手に巻きつけている。 霊嬢の顔は、夫人の顔をそのままそっくり若くしたものである。ただ、眉毛は、夫人よりやや薄く、顎の少し詰まり加減なところと、濃いおしろいの下にはっきり想像できる滑らかな頬の青みが、この霊嬢を夫人より少し打ち気らしく感じしめる。私は、 幾度も通った東海道の汽車の線路に沿う冬景色の単調なのにあいて、とかく、窓から首を離して、車内を見回しがちであった。そして、他に目星い乗客もないので、結局、先の一行に注意を向けがちになってしまうのであった。礼状は、青いショールを、小じわ一つなく、滑らかに胸へ伸べ、 その先端を押さえて重ね合わせた派手な紫の羽織の袖口から隠れた指の爪先だけがつぶらに小さな玉のようにこぼれかかって見える。青磁色に金銀の刺繍を散りばめた細鼻緒があっさりと食い入った白旅のつま先をつつましく揃えた足元へ瞳を落として周型に結い上げた即発の首を 据えたなり。ついぞ口一つ聞くのを見受けなかった。その令状を差し挟んで、夫人と老女とは、時々、何か小声で語り合っている。それにも一向、交渉のないように、紳士と家父との三つ語は続けられ、また、これらの成長を他にして、残る三人の子供たちは、絶えぬ。 から騒ぎに馬なく見えたこの状態をそのまま持ち続けて小田原から熱海通いの警備鉄道へ私たちと共に一行は移ってきた初冬の午後であった柔らかくないで暖かそうな潮が遠くまやかにたえた相模灘が小田原の海岸を走る私たちの目の前に開けた あっと、子供たちは声を上げて今までの騒音をすっかり沈めた。あっと、私たちも簡単して窓へ両手をかけ、瞳は果てしもなく遠い彼方へ座れていった。汽車はやがて廃れたような暗い民家の低い軒ごとを明るくして、新鮮なみかんの山積する海沿いの村落に入った。 いやあ、みかんだみかんだ。大変なみかんだ。と、子供たちは踊り上がって喜んだ。私たちもまた。汽車は進んで、伊豆へ入った。熟して、万山に滴れ溢れたみかんの黄金。重ね重ね、私たちは、驚端の声を発した。みかんを送れ、十銭。私たちは、 新種を組み分ける興味を持って、駅場駅場にカゴを抱えている女たちから、みかんを買って食べ比べた。もぎたての高い香りにむせびながら、唇を赤くして開かず食べた。前の子供たちも、いつか私たちを真似ていた。家父も子供に混じっていた。うとうとと眠る老紳士から離れて、 終始、令状は動かなかった。その、取り澄ました顔に現れたものは、病弱な疲労でもなく、深い悩みの陰影でもなかった。あらゆる外界の刺激と変化から遮るために惹かれた膜のうちに、ただ、呆然と座す空虚が、かすかに、その青白い方や額に漂うばかり。惹かれた膜の、 南端を守る夫人と老女は時々低く囁いている。ああ、海が入りひで真っ赤だ。私は一種の焦燥に駆られて誇張的に叫んだ。